コマーシャルの間にベレスが大きいチャンスを迎えました。ペナルティーキックを得ました。相手のミスからカンプスがボールを取ってそのままゴール、無人のゴールに向かっていきました。ゴールキーパーと1対1になりましたが倒されました。そのシーンご覧いただきましょう。バカバカしいやでもそのパスが、これラモスさん、ひょっとしたら退場になるかもしれませんね、ゴールキーパーというケースですよね。もう退場でしょう、退場ですよ、間違いない、はい、ただキーパー今触ってなければ後ろのバックカバーにしてるね。あ、そうですか、もうもったいないですよ、退場ですよ。あ、退場ですか、はい、あ、退場です。ゴールキーパーボナーの退場。ただその前のバックパスの選手あれはやっぱりもう首だ。そうですね、あがんこういう試合でああいうパス出しちゃうとやっぱ結局メイクかけたのはあの選手だよ、もう今かわいそうや、もうキーパーがちょっと考えられないパスでした、ね、考えられないですよ、もうどこに攻めてるの素晴らしいスルーパスだ、あれあれもらいたいな、ね、試合でね。そしてペナルティーキックはこの人、ベレスのゴールキーパー、昨年度の南米最優秀選手チラベルトが蹴ります。長嶋さん、この人キック力ありますね。そうですね、さっきももう今日キーパー取ると思います、止めると思いますよ。あ、そうですか、はい、そうですか、はい、かけよう、いや、すみません僕は入れると思う、入れない、入れるで入れない。12番のブルゴスゴールキーパーがここでボナーの退場となりましたので、リバープレート1人少ないメンバー人数、そしてブルゴスがゴールマウスを守ります。もったいなかったね。でも22番のマイステラと変わります。さあチラベルト、ゴールキーパーが蹴ってゴールキーパーが守ります。ミスが許せない、許さないね。練習を見ていますと思い切ってこの PK の場合は蹴るのが多いチラベルト。そうですね、スタート起こす、うわー、やった、チラベルト PK 成功。まずペレス1対0。今ネットにね跳ね返ってきましたね。すごいですね、すごい、いやーすごい。前半30分になったところ、まずベレスが1点リード、しかもリバ